大島き今日は NHK で放送された映像の世紀原爆を開発したオッペンハイマーの生涯。はい えー、ということで、こちら、まあ、間違いなく、えっと、3月29日に日本公開が決定しました、クリストファー・ノーラン監督の、えー、映画、オッペンハイマーに合わせて、えー、放送されたものだと思うんですけれども。大島さんがね、一足早くオーストラリアで見てきました、うんあ。そうですね、はい、オーストラリアの巨大スクリーンで見てきまして、まあ、で、映画の公開の、えー、状況としましては、もともと全然わからない状況が、えー、続いていたんですけど、それもまあ、なんでなのかっていうのは、まあ、正直、えー、表からは押し量ることしかできない感じなんですけれども、日本のその原爆投下の シーンっていうのがない、その一方の、えー、描写しかない原爆開発についての映画っていうのを公開するのは、えー、どうなんだという声に、えー、反応して、なかなか映画を上映する会社がなかったというような感じなのではないかと、えー、言われてるんですけれども、まあ、結果的に全国で IMAX での公開が決定しまして、えーまあ、僕も見てきた上での感想で、ここでも述べましたけれども、原爆実験が、まあ、ある意味成功してしまうと。 いうシーンのまあ衝撃っていうのはできるだけ大きなスクリーン大きな音響で体感するべきだという話も確かしたと思うんですけれどもえそれがねミニシアターみたいなところで公開されるんだとだいぶこう意味が半減してしまうよねっていう懸念もあったんですけど全国 iMAX で公開ということが決定しましたのでまあ結果的にはちょっと遅れたけれどもえ日本で十分な形で見られる状況が整ったと言えるのではないかと思っていますでえしかしその ッペンハイマーというです、ね、ノーラン監督の映画3月末に公開ですけれどもまあ完璧な映画っていうわけではまあないわけですよね。<ー>で僕はあのクリストファー・ノーランの映画を、えー、過去にも、えー、時代順に見てきていまして「うん、あノーランこういうところがこうなったんだな」みたいな楽しみ方もまあできる反面やっぱり物足りないなとか分かんなかったなって思う人も多分こう丸腰で日本の観客の方が見に行ったら。 結構そういう思う方も多いんじゃないかなと思っていまして、まあ情報がちょっと不足している部分も多かったりとか、まああと視点が完全にそのアメリカ側の原爆開発、あ、原爆開発の人ですね、はい、オッペンハイマー原爆の父と呼ばれる原爆開発を主導した物理学者の人生を描いた作品なんですけれども、まあ完全に彼の目線しか描かれないので、日本の立場がなんでこんなに描かれないんだ。 っていうこととか、この計画全体は他の関わってた人の目線から見たらどうなんだとか、うん、そういう要素って完全に多分わざと排除されてるんですよ。<ー>映画がもうオッペンハイマーという人物がどのように悩んだのかっていう話になってて、客観性みたいなものは結構ない映画になっているので、はい、それだけを情報として入れちゃうと余計な反感を持ったりとか、映画についてをなんか、ちゃんとこう映画として見られないみたいな、 懸念もちょっとある気がしていていそれのこう、副読本というかね、補助線として、このタイミングで、あの、ドキュメンタリーでまとめたのは、僕はすごくいいことだなと思いました。で、NHK がしっかりですね、映像の世紀という、まあ、人気の、えー、歴史ある企画でまとめていますので、結構こう、いろんな視点からね、描かれていくんですけれども、そのまず、その原爆開発をアメリカ以外もやっていたっていう話が、ちゃんと描かれるんですよね。 で例えば、ナチスドイツがやっていたとか、うん、日本でも、えー、西名さんというですね、天才科学者を、えー、筆頭にですね、日本の軍部に頼まれてやっていた。つまり、その原爆をオッペンハイマーが、えー、勝手にですね、アメリカだけがあの先んじてやっていたわけじゃなくて、原爆開発のチキンレースのような競争という大変な事態になっていたのだということも、うん、しっかり説明されます。 ので、結構ね、その映画を見に行く、映画をいきなりドンって見に行く体験も僕は大事だとは思うんですけれども、コトこのオッペンハイマーという映画に関してちょっと見てみたいなという興味があるんであれば、この NHK の映像の世紀を、 あの本当40分ぐらいでサクッとまとまってますので、見に行くとだいぶわかりやすくなるんじゃないかなと、へ<ー>思います。はいはい。ちゃんとこう、歴史の授業みたいな感じなので、事実ベースで全部。うす全て事実だけが並べられるっていう感じで、はいはい、あんまりこう、編集による主観とかも全然入ってない感じなんですよね。で、この映像の正規の NHK の方で、 えー、見られた映像として僕はあの結構ラッキーだったなと思った映像としては、えー、原爆開発を進めるためにですね、えー、大きな町みたいなものが作られるんですよね、うんうん、でそこに完全に寝泊まりして、えー、人口7万5000人が住むつまりその開発の技術者とか科学者とか、うん、まあ官僚の人とかも含めて本人たちプラス家族も全員住むっていう、うん、村に3年間 そこにみんなで生活して、もう原爆開発のことだけを考えるっていう、うん、そのコミュニティができてたんですよ。<ー>で、そこでの状況っていうのは、オッペンハイマーの映画の方ではあんまり描かれてないんですよね。結局、オッペンハイマーがいるところしか出てこないので,で、そこの貴重な記録映像っていうのが、この街はこんな感じだったんですよっていう、もう戦時中とは思えないぐらい、ものすごく豊かな街なんですよ。そのの映像が今回この ドキュメンタリーの中で見ることが僕はねそこはなんか映画にはあんまり盛り込まれてなかった部分だったので<ー>あなるほどという感じでした<ー>でもっと恐るべき事実としてその村の中では7万5,000人が集まって何かしらをやらされてるわけでしょ、うん、でも<ー>何を作ってるかは知らなかったんです、ね、本人たち本人たちは 原爆を作ってるっていうことも知らないし、具体的に一人一人がどんな作業を毎日やってるのか、例えばじゃ子供からしたら、パパが毎日、3年間なぜか住むって言われてる町のなぜか仮設住宅みたいなとろに住まされて、パパがすぐ近所のどっかの工場かなんかに毎日行ってるわけですよ。パパが何をしてるかは知らない、パパも何を作ってるか知らないみたいな。 で、この街の中で起こったことは外部では絶対に話すな、みたいな。はその街の中でも一切仕事について世間話のように他の人と会話することも禁じられていた、みたいな。はで、徹底的にそれも監視されていた。ただ豊かってう。うんっていう恐ろしい街の状況みたいなのとかが、こう、補助線的に出てくるので、 映画がよりですねより怖くなったというとちょっと言葉は変かもしれないですけどそのぐらい徹底して行われた計画なのだということが分かってですねなんか、うん、映画のサブテキストとして僕はすごいいいドキュメンタリーだなと思いましたね。うんどっち先がいいあもちろんこの映像の正規先がいいと思います。はい、その上であこういう人なんだって思った上でうん、うん、あこういう人の人生をクリストファー・ノーランがどうやって表現したのかな っていう視点で織田信長のことを全く知らない状態で信長ものとか見るのって結構面白さちょい減ると思うんですよ。信長ってこうういイメージだよねとかが分かってるから行くって感じになるんでオペハマについてとかマンハッタ計画っていう原爆の計画開発計画についてのアウトラインを分かった上で見るっていうのが一番いいと思いますので。 で,で、映画でどう描いたか。そうですね。描き方を映画の方で確認するという順番がベストだと思います。で、このオッペンアイマという人は、本当にもう矛盾した天才っていう言葉がすごくよく使われる言葉としてね、はい、彼のキャッチコピーみたいな感じで使われるんですけど、うんうん なんかそのコミュニケーションが結局得意だった人なのか下手だった人なのかっていうのも僕は調べれば調べるほどよくわかんない。<ー>身近なコミュニケーションは下手なんだけどリーダーシップめっちゃ取れるみたいな謎の人物だし、で原爆に関してもものすごく後悔して、うんで、原爆の投下を決断したトルーマン大統領のところに私は責任を感じていますみたいな言いに行って、でもトルーマンはもう、うん もう、なんていうのかな、もうマッチョ政治家だから、<ー>いやいや、開発した君には責任はないよ。落とした私に責任があるんだよ。帰れみたいなの言われて、うんで、その後陰口で、あんな弱虫二度と私の部屋に呼ぶな、みたいな風に言われてるぐらい、うんこう悩んでる人なのかなと思いきや、最後の最後、まあ、62歳で亡くなってるんですけど、はい、結構若くして亡くなってるんですけど、はい、最後の最後まで、あれ以外に道はあったのか私は分からないって言ってるんですよ。だから、最後まで本当に整理がつかないまま、 うん、死んでしまった人なんだなっていうことの整理を我々が今このドキュメンタリーとか映画とかを見て後世の人が彼の心の中でつかなかった整理をまあつけてるっていうタイミングなのかなと思いますね。なのでいろいろ考えはあると思いますけどせっかく映画が公開されてこう話題になるわけなのでぜひともえみんなで見に行ってあそこはああだったよねとか。 あそこの描き方はまあだよねとか、まあそれぞれの感想を喋るのがいいんじゃないかなと思いまして。で、この映像の世紀も NHK プラスでもね、無料で登録すれば見られるんですけれども、これ僕の邪水ですよ。僕の邪水ですけれども、3月29日の公開前の、 3月の下旬に再放送されるんじゃないかなと <laughs> <出た> <laughs> 出大島さんの NHK 再放送、えー、NHK を競馬的に見ている唯一の人間 <laughs> 私が予想しておきますので、まあ、焦らずともいいのかなとは思いますけれどもぜひとも機会があれば見ていただきたいなと思います今、ね、NHK プラスで配信し、ねはい、てき、えー、昨日19日の月曜日の夜10時から放送されました「はいえー、映像の世紀バタフライエフェクト原爆を開発したオッペンハイマーの生涯」。 大島や早期の大島がおしますでしたお知らせの後は桂宮路のザブトンファイブです